皆さんこんにちは、水おじさんです。アップルの2021年の初イベントがついに発表されました。なんとね、Siriで発表するっていうね、粋な演出で今年は始まったようです。で、Siriでの発表の後、きちんと正式発表があって、2021年4月20日開催ということで、日本時間では4月21日の午前2時からとなります。相変わらず深夜です。右のイラストが発表されました。まあね、こっから何がわかるかっていうと何もわからないんですけど、まあカラフルな感じの何かが出るんでしょうと。まあこのカラフルな感じだと、ちょっと iMac がこんな色の噂が出てたなとは思うんですけど、ちょっと iMac とか Mac 関連は WWDC なんじゃないかなという予想が概ね強いです。なので今回その辺も含めて、ちょっと新製品の予想まとめということでやっていきます。そしてこの動画で予習して当日を楽しんでみようという動画になってますので、ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルでは月1 Apple のニュースの方をまとめています。毎月月まとめの動画を見れば今の Apple がわかるという動画を配信しているのと、 iPhone の人気ランキングの紹介も月1でやっております。よければチャンネル登録をして他の動画でもお会いいたしましょう。はい、それでは発表されそうな新製品一つ目紹介していきましょう。もうこれはね、ほぼ確実視されているという iPad Pro の2021年モデルですね。もう発表予想としては、これは私の勝手な予想です、 95% ということで、これはもうほぼ確実に出てくるんじゃないかなという話です。で、上から行ってみましょう。で、今回一つ目、11インチと 12.9 インチが準備されているのではないかという話に変わってきました。以前はね、 12.9 インチだけという噂が強かったんですけども、どうやら差別化をして11インチと 12.9 インチ2つのモデルになるんじゃないかという話です。ちょっと差別化の話はこの後出ていきます。そして2つ目、スピーカーの穴が少ないと。まあこれ少なくなったからどうなるのかっていうところはあるんですけど、どうやらですね、もはやケースが売ってるんですよね。 ESR さんからケースがちょっとなんか今でも販売されていて、そのケースを見るとスピーカーの穴が少ないというところから、これ信憑性が高いのではないかという話が出ています。そして3つ目は、これも何度も言われてますけど、 A14X 搭載で M1 チップと同等の性能になると。もうこうなってくると iPad Pro もね、パソコンのように使えるんではないかという話になってきます。楽しみなのは、それだけパワフルだと動画編集 Mac でしか使えない Final Cut が使えるんじゃないかとか、そういう話も出てきていますので、その辺をすごく楽しみに私はしております。そして4つ目、こっからですね、11インチと 12.9 インチがちょっと違う可能性があるっていうところで、 12.9 インチのみミニ LED 搭載なのではないかと。11インチの方は今まで通りの液晶で、 12.9 インチはミニ LED 搭載になるのではないかという話です。その有機 L の方はちょっとコストが高いところで、どうしても下げにくいっていうのがあるんですけども、ミニ LED は液晶の延長の技術なので、こなれてくれば意外に安く済むらしいという話らしいです。で、性能的にも有機 L と同等ということで、今後の Apple 製品にもミニ LED は搭載されていくんじゃないかという話です。まあこれユーザー目線から見たら、まあ液晶よりは良くなるんで綺麗な発色にはなるとは思うんですけども、劇的に良くなるかというとそんなに変わらないのではないかなとは思っています。ただし、これを搭載することによって安価に綺麗にっていうところでは、値段というところでユーザーにね、還元があるかもしれません。はい、そして5つ目、サンダーボルト端子でさらに高速ということで、今まではね、 iPad Pro Type C だったんですけども、まあ Type C と全く同じ形なんですけど、サンダーボルト対応になるんじゃないかというところでした。なので、データ転送が今まで高速になるのではないかという話も出ています。そして6つ目、ここ結構大事かもしれません。世界的な半導体不足の影響で Wi-Fi モデルが先行発売、 5G モデルは後に発売されるんではないかと。一旦今月中、4月中に Wi-Fi モデルは発売されるんですけども、 5G モデルも発表はされるけど、発売自体は後になるのではないかという話が出ております。 5G、 いわゆるセルラーモデルですね。 iPad がね、ほんと 5G モデルになったら、どこ行っても仕事できて、どっからでもこう仕事内容も転送できてしまうっていう気もするんですけども、残念ながら 5G モデルは遅れそうな噂が出ております。こればっかりはね、ちょっと出てみないと分かんないところはあるんですけども、セルラーモデルを狙ってる人にとってはね、ちょっと残念なニュースかもしれません。ということで、 iPad Pro はね、ほぼ確実に出てくるであろうというところと、ポイントとしてはやっぱり11インチと 12.9 インチ2モデルがちゃんと出るかっていうところと、ミニ LED 搭載モデルがあるかどうかっていうところですかね。この辺を楽しみにしているといいかもしれません。はい、続いて iPad mini の第6世代ですね。これも噂が絶えません。絶えないところです。ただし、私の発表予想としては 50% 半々ぐらいじゃないかなという
予想です。では行ってみます。1つ目、前モデルから2年が経過してて噂が絶えない。前モデル iPad mini 5の方からすでに2年が経過しているので、基本的にいつでも噂が出ている感じです。なのでいつ出るかっていうところで、 iPad といえば3月、まあ今年は4月にずれましたけど、 iPad といえば春なので、この辺出てくるんじゃないかという話がだいぶ強いです。それから2つ目、画面サイズが9インチになる。で、かっこ現行は 7.9 インチということで、画面サイズの方がね、やっぱり大きくなると、時代に合わせて大きくなってくるんじゃないかという話です。そしてこれについては2つ話があって、写真の上と下に分かれていくんですけど、まず3つ目ということで、ベゼルを狭くして大きくする、かっこ写真上ですね。要はホームボタンはそのまま搭載された状態で、ベゼルを狭くして画面を大きくするんじゃないかという話と、4つ目、ホームボタンをなくして広くする、かっこ写真下ですね。ホームボタンの方をなくして、今のね iPad Air とか Pro とかのようにホームボタンをなくして画面を広くするんじゃないかという話、この2つが出ています。どっちになるかなっていう予想だと、私としては写真の上なんですけどね、出るとしたら写真の上。きっとね、 iPad mini の存在は iPad と対になっていて、 iPad 無印がホームボタンある限りはやっぱり iPad のミニなんで、ホームボタンありモデルになるんじゃないかなと思ってます。ある程度安価な小さい iPad っていう立ち位置を崩すのはあんまり得策ではないような気がしています。で、このホームボタンがないやつっていうのは、この5つ目の噂につながっていくのかなという気がしていて、で、これ5つ目が、今後はプロモデル登場の噂も、過去今回は対象外と。で、今回プロモデルが出るという予想は全然立ってないんですけども、ホームボタンがないっていう噂とこのプロの噂っていうのは実は一緒で、要はプロモデルっていうところではホームボタンがないものが出てくるんじゃないかなというのが私の予想です。まあこれは完全に私の予想も入ってますし、噂もね、そんなに固まってないので、そういうところから 50%。ただこれ出てきたら嬉しい人はかなりいると思いますので、もう出るか出ないかっていうところだけをとにかく楽しみにしたいというところです。はい、続いてエアタグス、これ発表予想 99% です。もうね、 100% に近いぐらいこれは出るだろうという予想です。というのもですね、まあ、まずエアタグスっていうのが何なのかっていうと、いわゆる忘れ物防止タグですね。この忘れ物防止タグって言ってピンとくる方いらっしゃるかどうかわからないんですけども、この例えば右の写真の上のように、これ小さいキーホルダーのような丸いアイテムなんですけども、例えばこれを忘れやすい財布の中に入れておくとか、バッグの中に入れておくとか、要はそういうものに身につけておくと、そのバッグとか財布とかをどこかに置いて忘れてしまったっていう時に、ちょっと離れると iPhone から警告音が鳴るとか、警告音鳴っても間違って忘れてきちゃったって言っても、近くの iPhone、 誰かが使ってる iPhone とかの Bluetooth とかを経由して自分の iPhone に連絡が来るとかで、位置情報もそこから分かるとか、そういった機能を搭載したものが最近の忘れ物防止タグと、 Apple 以外からは何個か出ていて結構便利なんですけども、今回はね、 iPhone、 Apple というね、たくさん出回ってるデバイスで出ればかなり連携も取れるんじゃないかっていうところで期待はされています。で、2つ目、 Apple 公式で探す機能が発表済みということで、写真下ですね。これ4月7日に発表されたんですけども、 Apple の探すネットワークで新たに他社製のアイテムを見つけることが可能にということで、すでにですね、 Apple の探す機能に対応した製品が結構発表されております。自転車だったり、ワイヤレスイヤホンだったり、だからこういうのをなくさないように探せる機能がすでにもう対応しているので、これに対応したものを Apple が公式として AirTags をもう出すんじゃないかという話ですね。はい、では3つ目、これ U1 チップ搭載機であれば高精度の検出が可能、米印で iPhone 11以降に搭載ということで、この U1 チップっていうのが実は搭載されているのにほとんど使われていません。 iPhone 11以降の iPhone には全て載っているんですけども、実際 iPhone の AirDrop って iPhone 同士の写真転送とかに使われているんですけども、そういうところではちょっと使われているんですが、ほとんど機能していないというところで、多分この AirTags で対応して本領を発揮してくるんではないかなというところです。この高精度の検出っていうのはもう室内のどこにあるかまで検出できるそうです。なかなか細かいところ難しかったりしてるんですね。例えばこの家の中にあるではやっぱりね、困ってしまいますし、この家の中の例えば1階にある、もしくはソファーの間あたりにあるとかぐらいまでわからないと、なくしたものって見つからなかったりしますよね。なのでその辺まで対応してくるんじゃないかという予想です。そして4つ目、初情報から2年近く経過しています。で、公式動画にも名前がうっかり登場したこともありますというところから、もう発表予想は 99% であろうと。このタイミングで発表されるか、まあ遅くても WWDC では発表されるだろうなという感じではあります。なのでこの AirTags 一ついくらになるかっていうところが問題だと思ってますが、値段次第では結構売れるんじゃないでしょうか。こちらも楽しみにしたいと思います。
はい、そしてこちらも何回も噂は出てきております。Apple TV の2021年モデル、発表予想としては私の予想は 70%。まあ、やや出るんじゃないかなといったところです。はい、それでは一つ目行ってみましょう。A12 または A14X との噂が出ております。これはチップの話ですね。性能の話です。処理性能で、この2モデルがあるんじゃないかっていう噂がちょっと出ていて、まあ、もしかしたらゲーム用っていうのが A14X で、通常版が A12。性能的にはちょっと下のモデルの方が出るのかなといったところで、2つ目はゲームのサブスクリプション、 Apple アーケードに力を入れている、月額600円ということで、 Apple はね、知ってる方はどのくらいいらっしゃるかわかんないんですけど、 Apple アーケードといってゲームのサブスクリプションのサービスをやっています。今右の写真の上の方で動いてる画面のやつですね。結構ね、その Apple も力を入れていて、ファイナルファンタジーの生みの親の坂口さんが作ったファンタジアンってゲームとか、あと NBA2K シリーズとかですね、このレベルのものが600円の月額払うだけでたくさん遊べてしまうと。これ以外にもね、太鼓の達人があったり、他は昔の名作ゲームとかが今リリースされてます。なのでそれに対応した性能とプラスコントローラーもつけて売ってしまう。今でもね、 Apple TV はね、 PlayStation 4 とかのコントローラーつなげてコントローラーで遊べるんですけども、やっぱりね、標準でついてこないとなかなか遊ぶっていう風にしてくれないので、標準でつけてしまおうっていう考えがあるんじゃないかなといったところ。やっぱりね、この NBA のゲームとかも私タッチでやったんですけど、やっぱやりづらいのでコントローラーでやったりしてました。実際今の Apple TV でもこの NBA とかできるんですけども、本当にね、家庭用と変わんないです。これはすごいなと思ってます。なのでもしかしたら爆発はするんですけども、ちょっと3つ目4つ目いきますけども、3つ目が先ほど言ったように独自のコントローラーが搭載される可能性ありと、これやっぱり先ほど言ったように搭載しないとなかなかね、プレイステーションのコントローラーを買ってきてつなげるっていう風にはなかなかならないので、最初からつけている方が安心だし使ってくれるだろうというところ。そして4つ目なんですけども、これ期待はしているんですけども、ゲームのサブスクはなかなか根付かないんじゃないかなよという気がしております。っていうのは、ゲーム600円払ったとしても、やっぱりね、ゲームって娯楽なんで、遊びたいものがない限り遊ばないじゃないですか。映画とかテレビだとある程度受動的なんで、とりあえずかけとくかっていうことも可能なんですけども、ゲームの場合ってもっと能動的なので、自分から遊ぶものを見つけて遊びに行くっていう娯楽に対して月額払ってまで遊ぶかどうかっていうのはなかなかね、流行るイメージがあんまり湧かないところですね。やっぱりこれゲームっていうのは、先ほども言ったように自分から遊ぶっていう性質上ね、月額払ってるから遊ぼうっていう風にはならないんじゃないかなという気持ちでいます。というのも、まあそもそも無料ゲームっていうものがたくさんあるっていうところもありますし、開発費も全然違かったりするので、月額でメーカーさんも食べていけるのかっていうところもありますし、そういうところはちょっと不安なところはありますね。まあある程度ね、月額制っていうのを定着する部分もあるとは思うんですけども、まあどうなっていくか、結局はソフト次第だとは思いますが、ちょっと頑張ってほしいところと、なかなか難しいのかなという気持ちがあります。はい、今回のアップルイベントではこの4製品あたりが怪しいんじゃないかなと思っています。で、この4製品以外で考えられるとしたら、 iMac だったり新しい MacBook だったりはするんですが、多分 Mac 関連はですね、 WWDC が6月にあるんで、そっちに回されると思っているので、この4製品を選んでみました。なので2021年4月20日日本時間では4月21日午前2時、こちらの発表を楽しみにしていきましょう。そしてね、このチャンネルではですね、この時間、日本時間4月21日午前2時にライブ配信をして、皆さんと発表を楽しみにしていきたいと思いますので、よければ遊びに来てみてください。おそらく1時か1時半頃から開始すると思いますので、直前にコミュニティかなんかに投稿しますので、ぜひチェックしてみてください。なので気になる方はチャンネル登録をして、その日をお待ちください。発表を一緒に楽しみましょう。ぜひ遊びに来てください。それでは皆さん、さようなら。